皆様こんにちは、サックス奏者の鈴木優子です。今日はネックの扱い方について注意喚起の動画です。大きく2点あります。まずネックの持ち方、手のひらと指を使ってっていうのと、マウスピース取り付けずにネックをどういうふうに持ったらいいか、支えたらいいかっていう2点について話していきます。最近ですね、レッスンに来た生徒さんがすごく調子が悪くて、オクターブキーを押してない音も裏返る、なんか下の方の音も全部出しにくそうにされてるので、ちょっと楽器見せてくださいとお願いして見させてもらったところ、オクターブキーがここのところ、オクターブキーを押した時に動くここがなんかグラグラ、ゆるゆるになってて、かつそうなってるってことはちょっとこう浮いてる感じですね。ここが浮くってことはもうずっとオクターブキーが連動しちゃってるような状態になってしまうので、まあそれは下の方全部裏返るよねっていうちょっとかわいそうな状態だったんですが、じゃあどうしてそういうことが起きるかっていうと、1点目の握り方なんですけど、持ち方、ネックを本体につけるときに、まあ、こう持つと思うんですけど、これグーで握りしめる方時々いらっしゃいます。これが故障の原因です。どうしたらいいかっていうと、できるだけこのここに触らない、触れててもいいんですけど、握りしめたままセッティングしないように、手のひらと指でこう挟みます。ここにはできるだけ負荷がかからないように持って、少し左右に振りながら入れます。はい、で少なからずやっぱりここをこう入れるときに力が加わるので、ギュッて握りしめてこう左右に振りながら無理やり入れるとやっぱり壊れちゃいますね。これ意識するだけで大体の方壊さなくなりますので気をつけてくださいね。それでは2個目、マウスピース取り付け時にどういうふうに支えたらいいか。これも一度ねお話ししてるかもしれないんですけど、ある冬の日にマウスピースをね入れようとしてたのかな、ちょっと硬かったんですよね。でこうやってたらキュンとこっちに曲がってしまったことがあって、このネックがですね、一瞬こう錯覚かなと思って取り付けて吹いてみたら、まあやっぱり曲がっているのでここもおかしくなってますし、夢であってくれと、錯覚であってほしいと願いましたが、漏れなく壊れて次の修理に持っていきました。すごい思ってたよりお金がかかりました。はい、これ結構ね学校とかでもありがちなんですね。テナーサックスもこう結構カーブがかかったネックの形ですし、アルトもそうなんですけど、マウスピース入れたり抜いたりするときに負荷がこっちにかかるとぐにゃっていく可能性がかなり高いです。そんなにね硬くないんです、サックス。なのでこのマウスピースを入れたり抜いたりするときに気をつけることは、まず、できるだけネックに近い場所を支える。よくねこのベルとかを持ってこうやって入れる人もいますけど、これだとあんま支えにならないので、まあ、私はこのネジがついているあたりを手のひらで少し支えて、でここも触らないようにして指でちょっと持って入れます。でこの入れる時にも垂直方向に力がかからないように、こういうふうにネックの向きに沿って力がかかるように気をつけながら入れますね。あとネックのコルクの部分、コルクグリスを絶対塗って滑りを良くしてください。どうしても硬いっていう方はもしかしたらこうサイズがマウスピースと合ってない可能性もあるので、リペアに持って行ってコルクをちょっとマウスピースのサイズに合わせて削ったりしてもらってください。やっぱりここで
壊す可能性も大いにありますね。はい、まあ、以上2点で私の昔の動画でもお伝えしてるかと思うんですけど、改めて注意喚起の意味を込めてお話ししました。ぜひ注意してネック取り扱いしてみてください。